皆さんこんばんは、ベニバナブタオです。皆さんはいいやつですか？最近ね、フィクションの世界でもなんかいいやつブームというか、時代の波っていうか、いいやつであることが評価されるっていうパターンが結構増えてきてるんですよね。だから例えば頭がいいとか強いとか、強いけども無法だとかっていうのがちょっと前の時代の主人公の流行りだったんですが、最近はもうひたすらモラル的にいいやつっていうのが増えていると。でラブコメ漫画ってあるじゃないですか。あれって結構昔のラブコメ漫画、例えばトラブルとか、もっと前の1500%とかだったら、やっぱりヒロインがどれだけ可愛いかっていうのが重要視されてたんですけど、近年のラブコメって男側にもちゃんと役割を求められていてですね、で豚の中で3大ヒロインよりも可愛いラブコメ主人公っていうのが、ヒロインよりも魅力があるか、ヒロインより魅力があるラブコメ主人公っていうのがいて、全員めっちゃ性格がいいんですよ。ちょっと前まで五等分の花嫁のあたりですね、主人公がめちゃくちゃ頭がいいっていうパターンが多かったんですけど、五等分の花嫁とかかぐや様を告らせたいとか、主人公はどっちもめっちゃ頭いいやつですね。あとは僕弁とか、正式名称忘れたけど、ジャンプの漫画、豚の考える三大ヒロインよりも魅力がある主人公、まず君のことが大大大好きな100人の彼女の主人公の愛情蓮太郎くんっていう、現在の時点で彼女が20人を超える主人公ですね。こいつめちゃくちゃ性格がいいんですよ。であとはコミさんはコミショーに出てくるただの人々っていう名前の、あらゆることが平均的でめちゃくちゃ普通な主人公、こいつね、普通と言いつつも性格の良さが異常なんですよね。しかもその作中でも言われてるけれども、やりすぎない優しさがあるんですよ。そのフィクションだからめちゃくちゃすごいっていう優しさじゃなくって、現実に存在しうるちょうどいい、こういうやつがいてくれたらな、友達にしたいなっていうレベルの優しさがあるんですよ。であとはなんだっけ、あ、僕の心のやばいやつっていう主人公の京太郎くんっていう主人公なんですが、こいつはもう本当に等身大の中二病の中学生っていう感じなんですけれども、その真摯にね、自分が好きっていう気持ちと向き合ってて、でどんな時もね、なんかちょっと生意気で可愛いんですけれども、一生懸命なんですよね。でだからこれ女性作者っていうのもあるんですけれども、ヒロインが主人公を好きっていうのがめちゃくちゃ説得力があるんですよ。あ、好きになるかもなっていう、すっごい魅力があるわけじゃないんです、主人公めちゃくちゃかっこいいとか、めっちゃ性格がいいとかじゃないんですけれども、なんかいいなっていう感じの、ちょっといいなって感じる良さがあるんですよね。だから豚の中で三大ラブコメヒロインよりも魅力がある主人公は、愛情蓮太郎とただの人々と、そして京太郎くんになるわけですね。ぜひこれを聞いてね、ちょっと漫画好きな人とか買ってみたいなって思う人がいたら、ぜひ読んでいただけたら嬉しいですね。この君のことが大大大好きな100人の彼女と、で小見さんは小見翔と、僕の心のやばいやつですね。ぜひ読んでみてください。全然スレイザースパイアに関係ございません。本当に毎回毎回自分の立場を悪用して、皆さんに好きなことを好き放題言うっていう悪女子で、いつか雷に打たれてしまうと思うんですけれども、まあ今回は前回の続きでアイアンクラッド君をやっているわけです。このアイアンクラッド君で豚がちょっとね考えたちょっとした思いつきなんですが、ヘッドバットで山札の上に次に出したいカードを置いて、ポンメルストライクとか受け流しを使うことによって速攻を使ったり、あるいは後輩のカードを使っていらないカードを廃棄したりっていうね、この戦法でやっていってるんですけれども、この戦法のいいところがですね、捕食が好きな時に引けるっていう、好きな時でもないけども割と引きやすいという状態にあるんですね。だからなるべくこの捕食を使ってラスボス戦までの間に HP を100以上に上げたいっていうのが目標ですね。あとは焚き火に行く用事が多いので、いやおうなく焚き火を全部通って合計4個の焚き火で行きたいと思います。3個でいいかな。でケトルベルがあるので、最初から筋力についてるからリミットブレイクしたら筋力4になるんですよね。で投げ払いをしたらそこそこダメージを与えることができます。でベルベットチョーカーがあるので6枚しかカードが使えない、しかもエナジーは6あると、だからもういっぱいいっぱいまで使っていこうよっていう感じなんですよ。供物でちょっとダメージ食らっちゃいますが、あーこれあんまり良くないな、防御がほとんど来てないですね。じゃあ激怒を使ってあと3枚使えるわけですね。じゃあ防御投げ払いラリアットでいいかな。ヘッドバットを使っても欲しいカードは来ないから、防御でラリアットで投げ払いと、敵全体15ダメージですね。 OK、 これで敏捷性も1上がってるんじゃないかな。3回攻撃するたびに敏捷性が1上がるようになってるので、エナジー6ってマジで使えるよな。後輩か、
後輩はでも使っとこうかな。残り2匹になってますね、勝手に。こいつ殴るのってイエスじゃないんですけど、でもまあトゲが6だから今のうち殴っておくか。24ポイントダメージで、でこっちは問題なく倒せるんですよね。 OK で敏捷性も1上がる。で敵が多分攻撃してこないと思うので、あとはもう自動的には消えますね。衝撃波を使って柔らかくして防御を使います。トゲが8だから豚は痛い思いをせずに敵を倒せる。ペン先が8まで溜まってるので結構いいですね。ヘッドバット、ドロップキック、フレックス。ヘッドバットを入れたいんですが、それだとデッキバランスが悪くなるので、ここは涙をもんでスキップです。さあ、いいイベント来い。あー、なるほど、これか。 HP を回復する機会が少ないので、なるべく少なめに抑えたいんですけど、どうしようかな。ただ無色のカードを何が来るか分からないけど、めちゃくちゃ上バネする可能性もあるんですよね。じゃあちょっとつまんないですが、ちょっとだけダメージを食らって2枚引きましょうか。可逆性、技巧、暴力か。これはスキップかな。可逆性を使ってもそんなにデバフを与える攻撃がないんですよね。デッキを早く回すっていうのだったら暴力なんですけど、暴力を使って早めに暴力を使って早めにカードを引いて、でヘッドバットでまた強いカードを引けるっていうのはありなんですが、わざわざ1枚入れるほどのものかな。でもドロー系のカードであることは間違いないんですよね。うん、廃棄でこれ入れても邪魔にはならないか、暴力で。そのアタックを使いすぎちゃって、あと残ったのが防御ばっかりになるっていう危険性もそんなにないんですよね、アタックの総量が多いから。じゃあこれ暴力を取って、であとは払い清め、スイフトライク、深呼吸、捨て札すべてを山札に戻してカードを1枚引く。これも悪くないな。捨て札すべてを山札に戻してカードを1枚引くから、深呼吸を使うことによってデメリットはないわけだ。ただそのベルベットチョーカーがあるから、そのコストが1使っちゃうのはイエスじゃないんですけど、捨て札すべてを山札に戻すか、これあんまり良くないかな、よく考えると。そうですね、良くないか。このデッキだと捨て札をむしろ増やしたい感じではあるんだよね。ヘッドバットで捨て札から好きなカード引けるから。で払い清めが手札から3枚までカードを廃棄する。廃棄、払い清めかな。3枚廃棄するから、いらないカードとかステータス以上とかを廃棄することができるので、このデッキで廃棄したいカードは結構あるような気がするんですよね。いやー、いや、後輩があるから廃棄しちゃったらあっという間にカードなくなっちゃうか。そのなるべくね、リミットブレイクをね、早回ししたいんですよ。どうしよう、入れるか。リミットブレイク早回しするために、前はその廃棄しすぎてえらいことになったけど、この払い清めって1回しか使わないから、そんなにえらいことにならないのでは。でここでザコザコといって最大 HP を上げたいんですが、 HP が72でちょっと減っちゃったので、イベントの方に行こうかな。これは無視です、勝てません。でこっちは、お、これは嬉しくも悲しくもないイベントですね。炎の吐息と強打、悪魔化欲しいな。悪魔化とつまずき、腐敗と、腐敗引いちゃったら困るからな。ここが腐敗だったら、あ、やっべ、ここ引いてたら、腐敗引いてたとこだった、ラリアット。で悪魔化来てほしいんだけど、つまずきか、じゃあいらないな。じゃあ全く意味がなくなってしまって、この2マス全然意味がなかったっていうことね。まあでもいいか、ここで HP 上げましょう。オーブウォーカーだったら弱いから HP 上げられるでしょう。とりあえず防御したいんですが、防御がないので、ポンメルストライクで引くか、ラリアットで脱力を与えて、でポンメルストライクで防御を引けたらイエス。後輩ですね、後輩が来て、まあ、ワンチャン防御が来るかもしれないので使う。パーフェクトストライクでした。じゃあ武装解除で攻撃力下げて、もうこれしかない。であとはリミットブレイクで筋力上げとくか、いや上げるに及ばず。
残りが27だからそんなに正気性にならないでしょう。でここに来て防御が山のように来るんだな。結構嫌われてるね、レシーに。じゃあまあこのターンで強打とポンベルストライクで勝てますね。強打ポンベルストライクで勝ち。ああれ忘れてた、捕食。捕食するんだった。破裂カードのプレイによって HP を失うたび筋力1を得る。これじゃないな。ポンベルストライクか、入れるか。ポンベルストライク入れるとデッキの巡りが良くなるからな。でしかも俺2枚引けるようになってるし、パーフェクトストライクの攻撃力も上がるので至れり尽くせりですね。これは入れます。であとは筋力を上げるか舵をするかですが、これはリミットブレイクを上げておきたいか。こんなん最後でいいかな今のところは。キュームはリミットブレイクを、いやキュームはリフトアップかな。リフトアップでも最後でいいような気がするんだよな。筋力2が3に上がったところでそんなに変わるわけはないんだから、舵をしてリミットブレイクの廃棄をなくしておくかな。もしかしたら二巡するかもしれない。ポンベルストライクめっちゃ入れてるか、それはワンチャンある。ネメシスですね。ネメシスだったら結構あるか。こいつと戦う時って結構長期戦になるからな。最初は結構強烈な攻撃をしてくると思うんですが、まずは防御をしてからヘッドバットで次のターンに絶対に防御がすぐ来るようにしておきます。で投げ払いをして、で次のターンにヘッドバットでまだ投げ払いがを選べるのか。じゃあヘッドバット来るようにしよう。であと捕食は、まあ、こいつにちょっと使ってる余裕はないだろうからそこを使っちゃう。でなんかこうヌンチャクが消費されてますが、それあんまり関係ないからね。リミットブレイクで筋力を4にすることができますね。どうしようかな。このターンに暴れ回る意味ないし、できる限り攻撃を抑えてペン先使いたくないからね。無形がついてるからダメージを与えるメリットがないんですよね。で防御を使うでしょ。18ブロックで払い清めを使ってストライクと腐敗を捨てちゃいましょう。これでターンエンド、ペン先保持です。18だからちょっと食らっちゃうんか。ああやけどか。さてやけどが増えてきてイエスじゃない状態になってきてるな。これどうしよっかな。筋力ポーション使っとこうかな。うん、強打使ってからリアットの方がいいか。いやどうせ柔らかくなるからな。さっき使っとくからリアット4だけお得になるんだったら強打さっき使った方が得だよな。はいペン先アタック。であとは武装解除使ってから防御で結構防げるんじゃないの。全然防げませんでした。でこのターンはもう敵の攻撃見ないめちゃくちゃ嫌だな。とりあえず暴力取ってきて3枚使うか。うん攻撃のカードばっかりですね。じゃあ後輩使おう。多分後輩使ってもそうにならないと思うから、衝撃波使って柔らかくした後であと5枚、後輩を使ってパーフェクトストライク、あ後輩からのパーフェクトストライクか。後輩を使って後輩使ってまたパーフェクトストライクね。 OKOKOK76 でもまあどうしようかな。これねストライクとストライクとポンベルストライクでしょうもないカードばっかりなので、暴力使ってとっととドローしといた方がいいですね。残りカードが3枚か。じゃあとりあえず防御を使ってでポンベルストライクを使ったらもうカードを使うことはできないので防御することはできないと。13ブロックか。じゃあここはあえてしょうもないカードを全部取っておいて、よし OK、 次のターンでイエスな防御ばっかり来るようにしましょうかって。あ攻撃してこんかった。でこのターンでできる限りダメージを与えたい。蜘蛛激怒、激怒を使うと防御が来るが、倒せないな、倒しきれない。あと5枚使うことができるんでしょ。じゃあ激怒強打ヘッドバットストライク炎の障壁、いや敵も攻撃してから防御もちゃんとした方がいいんだよな。じゃあストライクはやめよう、この5枚にしよう。っていうかもう他に選択肢がないような気がするんですよね。でヘッドバットして、いや炎の衝撃だな、炎の衝撃をして次のターンに炎の衝撃が来るようにする。 OK で最終的にこれストライクしたら22ダメージだからギリ倒せないんだよね。だからここは防御をして一旦耐える、まあギリギリ耐えるでしょう。よし OK、 ギリギリどころがめちゃくちゃ耐えましたね。でこのターンは無形なので、まあ豚はその嫌な思いしかしないと。だからヘッドバットで来たカードを
後輩で無理やり使うために、うわ、防御でいいや、防御で、ヘッドバストを使って山札の一番上に、待った、今気づいたけどさ、今気づいたけどブーツの効果によって攻撃5ポイント与えることができるじゃん。まあそうであったとしてもやること変わんないか。後輩を使って防御を使うでしょ、でまた防御を使って炎の衝撃で防御を使って31ブロックだから、さすがにノーダメージでしょ。よしよしよし、カチ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 、で、ラリアット使って大勝利。瓶詰めの炎、アタックを1枚か。最初に来てほしいアタックあるかな。まあポンメルストライクか、言うたらポンメルストライクしたら2枚引くことができるしね。ポンメルストライクだよね、プラスの方。ポンメル、ポンメル、よし、オッケー。であとアタックポーションもゲットして、ラリアットパーフェクトストライク旋風陣、パーフェクトストライクを入れたらパーフェクトストライクの攻撃力も上がるから入れとこう。オッケー。アップグレードはされてないけど、アップグレードされてないんだよな。これでストライクの数が1234567888枚あるから、16ポイントダメージ与えることができるわけだ、追加で。お、ザコが来たじゃない。こいつは残念ながら、そう、残念ながら捕食することができないと。さあどうしようかな。こいつをノーダメージで倒すことができるか。ここで回復せざるを得ないんだよな。こいつをくぐり抜けないと、まず大虐殺でほぼ勝っちゃうと思うから。あ、このターンはね、暴力後輩か。早めにリミットブレイクしておきたいよな。暴力を使ってデッキの回転速度上げるか。あと5枚使えるわけだ。パーフェクトストライクだね。じゃ後輩使って、おー、リミットブレイクだ、やった、イエスだね。じゃあ、大虐殺使っておこうかな。まあ、とりあえず、ラリアットでいいか。ラリアット使って、このターンは次のターンにペン先を持っていくように、これでおしまいにします。どうせ攻撃力ゼロになってるでしょう。はい、ゼロ。で、ペン先が乗ってるので、おーっと、これきついな。ろくな攻撃が来てない。払い清めが来てるけど、正直そんな場合じゃないから、アタックポーション飲んで、これはきついな。ヘッドバットか。ヘッドバットで次のターンになんか有効な防御のカード、いや、ポンメルストライクでいいか。ポンメルストライク持ってきてなんとかするしかない。このターンは多分これでゼロになるんじゃないでしょうか。払い清めを使ってアセンダーの最悪を消して勝手に消えるけど、ゼロ、 OKOKOK。 でここでどうするかよね。まず強打を使って柔らかくするのは必須なんですが、供物を使うかどうかな。6エナジーがあるから、多分供物を使わなくてもなんとかなると思うんですけど、後輩が来ましたね。炎の障壁で防御して、あ、ヘッドバット後輩で好きなカードをタダで使うことができる。防御かな、いや炎の障壁か。いや、どうせもう一巡してくるかもしれないっていうことを考えると、普通にただの防御の方がいいかな。ヘッドバットを使って防御を持ってできて山札の一番上に置いて、だから次のターンに防御使えた方がいいような気がするんだよね。結構ダメージ与えたから57でしょ。多分ね、これ以上ダメージ与えるメリットないと思うんですよ。57と14で多分ガードできてると思うんですよね。だからこのターンはこのままステイでいきましょうか。いけるでしょ、ノーダメージでしょ。あ、ちょっと、ノーダメージだ。さあこっからよ、捕食が来ましたね。ヘッドバット捕食武装解除、まあ、使えるカード全部使うしかないか。エナジー6あるから全部使えるんですよね。これ全部使ってもちょっとダメージ食らっちゃうか。パーフェクトストライクが26で、ペン先とヌンチャクがあるけど、ヌンチャクが溜まっても意味がない。攻撃が123だから、次のターンにペン先を回すことになるんだね。このターン生き延びることができたらいいんですけど、結構微妙ギリなとこだな。で次のターンが最後だから、ヘッドバットを使って超強力な攻撃、まあこの場合大虐殺になるから大虐殺を持ってきて、でペン先の効果によって40ポイントダメージで相手は死ぬっていう感じにしたいんですが、まあ、まずこのターンに勝てるかどうか。ヘッドバットで大虐殺を持ってくる。でパーフェクトストライクもこれ柔らかくなってるのでめちゃくちゃ効くんですよね。で捕食を使って大ダメージ与えて、しかもこれで敏捷性も上がるから防御は12になってる。これで耐えれるか。よし、 OK、 ノーダメージだってなったら、うわー、ここで腐敗引いたか。
まあ、激怒使ってブロックつけて脱力も与えて大逆転で48ポイントダメージなんですが、これいけるか。77でしょ。よしよしよし、全然問題なかった。怖っ、めちゃくちゃ怖い。カードを廃棄するためカードを2枚引く、1枚引く。これ闇の法要ですね。闇の法要と炎の障壁で迷うところですが、エナジーに、いやエナジーは6もあるから関係ないで、エナジーの量は。じゃあ闇の法要か。うん、闇の法要だね。これで敵の回転数を上げましょう。上げてリミットブレイク何回も使えるようにすれば大勝利が待っている。でここで呪いのカードは手に入ってしまうが、サファイアの鍵を手に入れないと結局勝てないからさ。何が手に入った今。どうせ廃棄するからいいんですけど、こんな呪いはどれだ。凡庸だ、凡庸はやばいって。なんで一番やばい呪いのカードが来るんだよ。あー回復だね。ベルベットチョーカーでただでさえ回数減ってるのにさ、3枚はえげつないって。これはもうショップに行って凡庸払うしかないよな。ポンメルストライクと、ポンメルストライクが2枚あるから結構カード引けますね。1ターン目多分こいつは全員攻撃してこないんじゃなかろうか。攻撃してこないよね確か。え、来てくるっけ。してくるパターンもあったような気がする。じゃあ使っとく。激怒、激怒使って残り5枚でポンメルストライクを使う。で、ヘッドバットと後輩によってタダで使うこともできるんですが、エナジー6もあるのでそんなこと考える必要ないですね。あとは4枚使えるわけだ。じゃあポンメルストライクを使って、来た、後輩がもう一回来た。あと3枚でしょ。ポンメルストライク使うか。後輩ヘッドバットを使って、てっぺんにポンメルストライク持ってきて、でこれ後輩を使うとまた引ける。リミットブレイクが来たが、ゼロで使えないエナジーが。あ、そうか、ベルベットチョーカーのせいか。まあでもいいかな、この短い戦いでベルベットチョーカーじゃなかった、筋力は使えなくても全然問題ないような気もする。このターンに1匹倒しておきたい、ね、闇の保有カードを廃棄するためカードを1枚引くか。これは使っておこう。でめっちゃ引きましたと。あと4枚しか使えない。衝撃波を使って全員に脱力を与えていくのはマストだな。4枚でしょ。で供物を使うまではないな。左端を倒して防御をするか攻撃をするか。あと3枚でしょ。ストライクで1匹倒して、あ、エナジーも結構迫ってるんだな。じゃあストライクで倒して防御するまでしかできないから、もちろん供物を使ったらもうちょっと大暴れできるんですが、その供物を使うことによってカードを1枚使ってしまうことになるから、結局そんなに暴れられない。また凡庸がいつ来るかわからんか怖い。あー来た、凡庸と腐敗が同時に来た。やばいなこれ。3枚しか使うことができないと。で捕食防御武装解除があるから、これ3枚使ったらもうおしまいですね。で敵が両方攻撃をしてくると思うんだよな。あ強打来た。捕食と強打だったら強打だな。あー筋力かけてる。もうそろそろ勝たないとやばいぞ。ここで薙ぎ払いか。ペン先は、6だからして、ストライク、ヘッドバット、大虐殺を使ったら最後薙ぎ払いができますね。薙ぎ払いをしたら26ダメージを与えることができるから、瀕死にすることはできるけど倒しきることはできない。大虐殺、ヘッドバット、薙ぎ払い、赤出た、よかったー。敵の攻撃が見えないの、キッズ。ゴーストアーマー来た。ゴーストアーマー弱点発見威嚇か。弱点発見を使って筋力スケーリングするのもありなんですが、そもそも防御が弱すぎるので、ここはゴーストアーマーですね。凡庸をなんとかして消さないとさ。凡庸って全然凡庸じゃないんだよな。非凡なんだよな。ポンメルストライク、ヘッドバット、ポンメルストライクか。まあ、初手防御ですが、こいつにパワーカード使っておくか。これ以上ダメージ食らうわけにはいかない。鍵が手に入ってない。鍵に1個使って、であとは回復に使ってもいいんだが、正直ショップによって
ショップによってこの凡庸を消したい身はあると。パンタグラフでどうせ HP が25回復するので、まあ結構いい HP になるわけですね。だからここはこいつにできうる限りの、おー、バリケードこいつにあって役に立つか。いや使っとくか。敵が何してくるか分かんないからさ、とりあえず防御ができるだけ貯めれる限り貯めておこう。激怒きた、激怒で防御でヘッドバットして激怒、また次のターンも出せるようにしとくか。ヘッドバットして激怒は山札の一番上で、あと1枚しか使うことができないので、ポンメルストライクで変に引いちゃっても嫌な思いをするだけだから、ヘッドバットで次のカードに防御をまた持ってくるか。ヘッドバット使って防御を手に入れる。 OK、 これで敏捷性が上がりました。実は区内を持ってるので長期戦になればなるほど防御は上がっていくんですよね。あー、これユスじゃない。払い清めしたいカードもない。防御、多分このターンは払い清めを廃棄しとこう。何もしてこないと思ったが普通に攻撃してきたな。わあ凡庸だ。でも多分このターン攻撃してこないんですよね。うん、来てこない。こいつね、多分ね、あのステータス以上つけてくる攻撃をしてくると思うので、このターン防御なしでいきましょう。上がりました敏捷性。ほら締め付けでしょ。たまたま感が当たりましたね。で、闇の法要を使ってゴーストアーマーかな。エナジーは6あるから供物もあるし、闇の法要を使って供物でカードをめちゃくちゃ引くと。でリミットブレイク使ってもいいんですが、残り4枚しかカードを使うことができないので、このターンできる限りダメージを与えておきたいね。だからリミットブレイクはちょっと悠長なんですよ。筋力を 2倍にするってしても筋力が4になるだけだから。強打で柔らかくする方がリターンはでかい。強打、そしてゴーストアーマー受け流し、そうできる限り防御を積み上げていこう。ダメージを食らうわけにはいかない。このターンに倒せるのであればまた話は別だが、多分倒すことはできない。おお、ペン先が乗る。ペン先が乗る上に柔らかくなるから、もしかしたら倒すことできんのか。であればリミットブレイク使うよな。待って、64-12だから52になるわけでしょ。52とで52になった状態でポンメルストライクが、22ポイントのダメージにプラスの方が33になるわけ で残り HP が約20になるわけですね。だから、強打と、ポンメルストライクをずつ使った時点で約20になって、その20のやつを、投げ払いだけじゃ倒せないが、もう1個なんか攻撃のカードが来たら倒せる。ただね、4枚しかあとベルベット召喚で使うことができないので、ポンメルストライクと強打を使った時点であと2枚なわけよ。で投げ払い使ったらあと1枚ダメだね。倒せない、やっぱり倒せないということはこのターンはできる限り防御に徹した方がいいわけです。じゃあ、受け流しをまず使って、でゴーストアーマーも使って、でさらに防御も使って、であとは強打をして柔らかくして次のターンにかけましょう。ペン先乗ってます。はい、ノーダメージ。ペン先乗っとるのでパーフェクトストライカー48ポイントダメージを与えることができます。できれば捕食を使いたいですが残念ながらないので、このまま大勝利ってわけ。フレックス、フレックスかー。フレックスね、これリミットブレイクと相性がいいんですよ。もちろん入れないですけど、こんな不屈の闘志もね廃棄ができるので今のデッキと相性はいいんですが入れません。ランページも入れません。いや、ランページ入れるか。デッキの枚数がどんどん減っていくんだよな、このデッキ。長期戦になればなるほど。いや入れねえな、無視だ無視だ無視で、ここで焚き火に行って HP 回復させたいんですが、凡庸がきつすぎるので溜まったお金を全部使っていきましょう。ああ、誘拐した卵なんて今更取っても意味ないよ。ズジブレステッドも今更取っても意味ないし、ブリムストーンを、これはちょっとね、取るのはきついかな、ブリムストーンはさすがに。状態異常引くたびにカードを1枚引くか。心臓戦にいいのかな。状態異常引くたびか。悪くないかも。で、ドローを阻害できるから進化入れとくか。とりあえず凡庸は絶対になしですね。消して進化は入れ、あと雄たけびも欲しいね。カードを1枚引いて手札のカードを山札の一番上に置く。雄たけび入れたいな。進化、雄たけび、あとはブロックポーションは変えるだけ買っとくか。あ、非常ボタン欲しい。30ブロックを得る。次の2ターンの間カードからブロックを得ることはできない。廃棄、全部変えるな。進化、
非常ボタン、おたけび。おたけびを入れることによってデッキ阻害はそんなにはされない。どうせ廃棄カードだし。全部廃棄カードだから入れとくか。で、あとはブロックポーションを2つ使って、威風堂々1ターンの間に5枚のカードをプレイするたびにっていうのですが、これはベルベットジョーカーと相性最悪なので無視です。お店はもう1回あるからね。焦らず行こうじゃない。この雑魚に勝てたらですけどね。ムーか。モーだった。間違えた。ムーじゃなくてモーだった。これ1ターン目って大した攻撃してこないよね、確か。だから防御もガン無視でいいでしょう。1本目って、ストライクして、あと1発殴ることができたら、あと1発殴ることができたらな。敏捷性上がったんですけど、これで何してきてもまあダメージ食らわないし、まあ多分な攻撃与えてこないと思ったけど、武装解除、強打、ゴーストアーマー、これ全部使えるね、全部使おう。だからあとは使う順番だけだ。パーフェクトストライクで柔らかくなったところを刺して、で攻撃力も下げて防御もしていく。最初の攻撃力はそんなに高くないんだよね、こいつ。たださっさと出さないとマジでやばいので、リミットブレイクとおたけび。おたけびとリミットブレイク。カードを1枚引いて手札のカードを山札の一番上に置く。廃棄。これ今いらないな。いいカード来てくれ。ヘッドバットか。ヘッドバットが来たので、リミットブレイクを次のターンに持ってくるか。ヘッドバットを使って、リミットブレイクを山札の一番上に置く。で、おたけびをして、リミットブレイクが来るでしょ。で、アセンダーの最悪をなくして、リミットブレイクを使ってパーフェクトストライク。OK。これを使ってリミットブレイクをブン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 回すことができるわけだ。後輩、受け流し、ヘッドバット。ヘッドバットと後輩のコンボによって、防御を上げようか。リミットブレイク使ってもいいな。どうしようかな。168か。ヘッドバット後輩のコンボで防御を得るか。12ブロック。いや、多分またそんな強い攻撃来ないか。炎の障壁ぐらいでいいかな。筋力はもう8になってるから、多分これ以上上げなくてもいいのでは。脱力してて12ダメージだから結構強いでしょ。でももう一回筋力を上げたらもうあっという間に勝負がつくのでは。ヘッドバット、ヘッドバットで、リミットブレイクを持ってきて、で後輩を使ってさらに筋力を上げて16になる。で受け流しを使って、ダメージがドエリアーことになっとるので、ペン先も乗って大ダメージ。おお、ちょっとダメージ食らった。ちょっとやばいね。そろそろやばいね。倒さないと。このターンに倒せますかって。残り HP 58。倒せるでしょう。よし、強い。再生ポーション。わお、再生ポーションで HP 回復したい。ブロック、ブロック、ブロックで12が、どうしようかな。ブロックが少ないデッキではあるから、ブロックポーションの方が価値があるような気がする。再生ポーションは5回復して、4回復して、3回復して、2回復して、1回復するから、合計で、まあ、15ぐらい回復するわけだ。で、まあ、でもブロックかな。ブロックポーションで、大虐殺、衝撃波、激怒。衝撃波めちゃくちゃ便利なんだよな。脱力5と弱体5だぜ。廃棄で邪魔にならんし、入れとくか1枚。いや、矛と盾にも効くしな。入れとくか。入れる。再生ポーションは無視で、ここで思い出すをしないとダメと。で最後の焚き火で筋力トレーニングをすればいいじゃない。最初のターンこいつ20ポイントぐらいのダメージを与えてくるんですが、ポンメルストライク、闇の抱擁、カードを廃棄するたびにカードを1枚いく。闇の抱擁だな。まず闇の抱擁を使って、で後輩を使うとカードを1枚引くことができるんですが、何を使うのかっていうのがわからないのよね。これは怖い。リミット怖いな。どうしよっかな。何を使うのかわからないんだよな。使われて困るカードっていうのは、まあ払い清めかぐらいかな。今使うでもないかな。20ポイントダメージそのまま食らっちゃうことになるがイエスじゃないので、ブロックポーション飲みますが防御は来ないんですよね。炎の衝撃来た。よし、これノーダメージだ。であとはパーフェクトストライクとストライク。
後輩は使わない。結構いいペースですね。よし、これで守備力上がりました。敏捷性ガンガン上げていきましょう。筋力もガンガン上げていきましょう。よし、 OK、 一匹やられましたね。でリミットブレイクが早速来てくれた。でリミットブレイクが早速来てくれたので筋力4にして、受け流しも来たね。あと4枚使える。こいつを倒して HP 上げたいな。捕食ポンメルストライクと、合計で30、40か。ギリギリ倒せないね。あ、ギリギリ倒せるわ。柔らかくなってるか余裕か。ただエナジーが足りんのでノーガードになってしまうのか、受け流しを使えないと。であっても HP を回復できるっていうメリットの方がでかいから、防御ね、ストライク、捕食でこれ最大 HP が上がって、あ、エナジー上がった。払い清めは今ではないな。普通に防御してターンエンドでいいかな。ベルベットチョーカーの期限が来ました。7ポイントダメージか。今の時点で筋力4でしょ。激怒が来て、これは、お、ペン先が乗った。これはガードできるんじゃないの。ペン先が乗ったから大虐殺で大ダメージ与えることができますね。ヘッドパッド来てる。ヘッドバットも来てるから、ヘッドバットでリミットブレイクを次のターンに持っていこうよ。でこのターンは防御ができないのがちょっとイエスではないので、ブロックポーションを飲みます。で大虐殺2倍ダメージでしょ。衝撃波で敵に脱力を与えて全部使えるな。おお、そうだ、廃棄するたびにカードが来るんだ。ヘッドバットを使ってリミットブレイクを速攻持ってくる。あとはヘッドバット、エナジーの関係であと1個しか使えないから、ヘッドバットを使ってどうしようかな。ヘッドバットをもう一回持ってくるか。ヘッドバットを使ってヘッドバットをもう一回持ってきて、敏捷性プラス1。どう、食らう、結構食らう、結構痛いな。ただリミットブレイクは来てる。また敵の筋力上がるのか、進化使うと。正直こいつに進化そこまで使うわけでもないしな。ヘッドバットして、でリミットブレイクを持ってきて、ゴーストアーマー武装解除 OK、 リミットブレイクが来ました。でリミットブレイクを使うと、そう、カードを廃棄するためにカード1枚引けるから、これで何回でもリミットブレイクをつけることができるわけよ。で今筋力16でしょ。暴力を、雄たけびと後輩しかないから、供物を使うことによって全部のカードが来ることになるわけですね。どうしようかな。防御が来てないのがちょっとイエスじゃないな。はい、山のように来ました。で非常ボタンを使って次の攻撃避けましょう。カードはあと4枚使うことができる。多分結構強い攻撃が来ると思うんですよね。強打、あとはポンメルストライク、ラリアットかな。3枚使うことができる。ラリアットで脱力つけてポンメルストライクでダメージ与えて、激怒を使うわけにはいかないから、雄たけびで好きなカードを山札の一番上に置く。暴力かな。暴力を山札の一番上に置く。あ、そうか、廃棄するかすぐしちゃうんだ。これ失敗だ。でこのターンはもう攻撃与えることができないので、このターンで勝ちきらなくちゃいけないんですが、勝つ気ままなので全然問題ありません。ポンベルストライクでもう一回カードを引いて、はい、これで進化も使っておきたいんですが、こいつこっからね、この状態になったら使っても多分筋力上がらないんだよね。よし、上がらなかった。であとは殴っても意味ないのでターン終了かな。もうちょっとでね、またね、乗るんですよね。ペン先が、でこっからな、こいつの攻撃をさばききれるかにかかってるんですけど、まだリミットブレイク使ってないからヘッドバットして戻ってこないんだ。じゃあもうヘッドバットで次に来てほしいのはゴーストアーマーだよな。次の攻撃がね、めちゃくちゃダメージ高いんですよね。でこのターン炎の障壁だけですから、正直炎の障壁だけで耐えられるかっていったら微妙なんですけど、もうポーションがないんですよね。
ヘッドパッド使って、で、まあ、ゴボストは、まあ、いや、炎の衝撃だな。12ブロック、13ブロック。こっちか。で、ヘッドパッドで50ポイントダメージを与えて、で、あとストライク、ストライクで、どう耐えれる？あっぶねー、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 怖っ、やばは。で、これポンメルストライクを使って防御を引く、払い清め防御、ゴーストアーマー。このターンに倒すことができるかって多分倒せないんですよね。41と 50でギリギリ倒せないので、じゃあもう防御に特化します。あと3枚カードを使うことができる、あと2枚、あ、どうせ全部使うんだ。払い清めと大虐殺か。おお、あ、でも払い清め使ったらカード1枚引けるわ。で、受け流しを使って、受け流しを使ったでも完全になしか。残り1枚しか使えない。31だったら多分耐える。31は耐える、全然耐える、全然パッパッ。今日はもうこれで終わりだよ。感想戦もなし。悔しい。やだよ、この動画上げんのやだよ。また調子に乗った。あんまりだよ、こんな、あんまりだよ。ここまで頑張ったじゃない。くそ、負けました。今泣いてます。泣いてますって言ったら言い過ぎですね。落類してるっていう感じじゃなくて、ちょっとあの涙がにじんでるぐらいの感じですが、次回もこの時間にお会いしましょう。ベニバナブタオでした。今日はもう豚元気出ない、気の利いたことも言えないです。人間なので、あるいは豚なので、おやすみなさい。今回も心臓倒せなかったか。バイバイ。